優勝戦3号艇の山本孝之選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ14のスタートで1着、3日目から4連勝で優勝戦に勝ち上がってこられました。足の仕上がりの方はいかがですか？良くなってると思います。はい、はい、3日目までは勝ち星がなかったんですが、4日目から流れ変わりましたね。そうですね、はい、はい、いいと思います。どのあたりが良くなりましたか？全体的に良くなってると思います。はい、それはプロペラの調整で、ペラで良くなったと思います。はい、この3日目終了時12位タイから3位に上がってきてというのも大きかったですね。周りのあれも兼ね合いもあったんで、はい、たまたまです。はい、足も良くなってきたところでリズムも上がって、優勝戦の枠は3枠ということになりました。コース作戦面なんですが、いかがお考えですか？3コースから行きたいと思います。はい、この優勝戦の中でのパワーの比較なんですけれども、どうでしょうか？足の比較では、なんとかついていける感じはあると思います。はい、スタートの方も揃っていいタイミングになってきましたね。はい、一定心ぐらい目標に行きます。はい、今年 V5 がかかる一戦なんですが、気持ち的にはいかがですか？いや、もう一生懸命頑張ります。集中するだけ。はい、わかりました。今年はこれが14回目の優勝で、 V5 がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。優勝目指し頑張ります。お願いします。